この魔術の箱の底に敷かれました白い砂が一面に真っ青な空の光を受けてキラキラと輝いております。上を黒い人影が立ったり座ったりして動いております。一人、二人、三人、四人、五人、六人、都合十人おります。これが正木博士のいわゆる脳水論から割り出された胎児の夢の続きである心理遺伝の原則に支配されて動いている狂人たちであります。しかもこれから3時間後大正15年10月19日の正午となりまして、海向こうのお台場から呆然たる一発のドンが響き渡りますと、それを合図にこの10人の狂人たちの中から思いもかけぬ素晴らしい心理遺伝の大惨劇が爆発いたしまして、天下の樹木を衝動させると同時に正木先生を自殺の決心にまで追い詰めることに相なるのでありますが、この大惨劇の前兆とも申すべき現象はすでにただいまからこの解放治療場内にありありと現れているのでございますから、よくお目に留められまして狂人たちの一挙一動を精細にご観察あらんことを希望いたします。